2球目打ちました。サードうまくさばいてアウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている矢野。ツーアウトランナーありません。1球目は空振りです。打ちました。弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって2対0、ドラゴンズがリードしています。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたが、いかがですか？いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。さあ、2球目は何か。変化球、タイミング合いません。ここは落としてきました。インコース打ちました。いい当たり。これはどうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスにはカルザゲ入っています。さあ、追加点は許したくないところ。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですね。うまく抜いてきました。すぐに追い込みました。外の低め、見極めます。いい当たり。これはどうか。ライン際入った。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ドラゴンズ1点追加します。3対0。カープ、もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦、さらにリードを奪われます。さあ、そして打席には細川が入ります。さあ、なおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、打球はセンターへ。センターが取りました。さあ、そしてバッターボックスには中田が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。次が2球目。打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。さあ、そして打席にはディック入ります。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、この点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。インコース高めの変化球、これは手が出ません。
これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。落としてきましたがこれは外れます。5球目は何で来るか。インサイド打ち上げました。詰まりながらも右中間へ。野間が掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。3対0、ドラゴンズのリード広がっています。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか？もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですよね。なるほど。これが1球目。初球打ち、この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。レフト掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の九里がバッターボックスに入ります。まあ、ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。緩いボール空振り。空振り。ノーボールツーストライクです。3球目は何で来るか。3球目打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ライト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター秋山。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のカープ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。いいとこ投げてきますね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。打ちました。田中一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって3対0、ドラゴンズがリードしています。回は4回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃。田中バッターボックスに入ります。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。カープビハインドで迎える4回です。ナイスボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ファウルになります。内へ持ってきましたが外れました。変化球空振り。ワンアウトです。打順は8番石橋。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。打ちました。センター弾く。ボールを拾って、ワンアウトランナー一塁です。さあ、追加点のランナーを一塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ、ここは送らせるんじゃないですかね。はい、さあ、ファウルです。ワンストライクです。バントしました。打ち上げてしまいました。取りました。
送りバントは失敗です。打順はトップに帰って村松、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもね、打ちました、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0、ドラゴンズがリードしています。バッターボックスは2番野間。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。コーナーをつきます。インサイド変化球外れます。空振りになります。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。バットに当たりません、三振、ワンアウトです。バッターボックスには3番中村。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。根尾、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク、アウトコースは外れます。3球目打ちました。ライトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトオーバー。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球、真ん中打ちました、センターに抜ける、三塁へ送球する、チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには坂倉が入っています。さあ、チャンスが続きます。まあ、繋いでいますから、ここでしっかり得点して差を詰めておきたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、取りました。犠牲フライにはなりませんでした。初球狙いは悪くないんですけどもね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4回終わって3対0、ドラゴンズがリードしています。5回の表、小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めてる感じですかね。ベンチの動きにも注目です。低めの変化球は外れました。低めストレート、ストライク、ワンボールツーストライクです。引っ張った、これはサードライナー。3番バッター軽下げ、
まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。インサイド、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。打順は4番細川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。2アウトになっています。スライダーが決まります。あっという間に2ストライクです。アウトロー見送ってボール。